しい from ライモン。こんにちは、ライモンのよしみです。今日はお家で雪だるま作りの遊びができる手作りの粘土を紹介したいと思います。材料はね、すべて食品で作るので、子どもたちが遊びながら万が一口に入れたりとかしても大丈夫になってます。それから、簡単に台所でできるのでね、ぜひ作っていただけたらなと思います。じゃあ材料をご紹介していきますね。まず一つ目、重曹です。私はたくさん作るのでこんな感じの大きい袋を買ってるんですけれども、食品売り場、青果売り場、粉とかお漬物なんかを作るところに売ってたりするんですが、その場合ねすごくちっちゃいので、できればドラッグストアに行っていただいて、掃除用品売り場ですね、そこに行っていただけたらなと思います。そしたら重曹とかクエン酸とかそういったなんかたくさん置いてある、エリアがあるので、そこで大袋のまあ1キロとか2キロとか、だいたい300円400円500円これぐらいになってると思いますので、それをぜひ、ね、購入してください。でお掃除用ってなった場合には食品ではありませんって書いてあったりするんですけれども、もちろん口に入っても大丈夫な、素材なので、食品添加物でなくても安心して使っていただけます。はい、次材料を2つ紹介します。どちらでもいいです。1つ目はコーンスターチ、もう1つが片栗粉です。でどちらも、スーパーなんかで、食品売り場の粉のところに売ってると思います。でどちらを使っていただいても結構ですし、大体 200g ぐらい入って100円から200円って感じだと思うんですけれども、若干仕上がりが変わります。ちょっともちっとしたりとかサクッとした感じとか、その食感が若干変わるので、まあ、そこをまた後でお見せしますけれども、どちらかお好みのものを使っていただけたらなと思います。どちらでも結構です。はい、その次、食用油です。食用油はですね、今回私は、米油を使います。色がねこんな感じのゴールデン、金色をしてるんですけど、米油、オリーブオイルなんかでも結構です。オリーブオイルを使った場合には若干色が、粘土の色がね黄色くなります。なので、米油にちょっとしてみました。で米油にしてもオリーブオイルにしてもとっても手にいいのでね、お母さん遊びながら手が荒れなくていいかもしれません。さあそれでは、作り方を紹介していきましょう。まず材料の、分量を紹介します。重曹が2カップ、それから、コーンスターチまたは片栗粉を1カップ、それからお水が2カップ、それから食用油、米油または、オリーブオイル、これが大さじ2です。で半分にしていただいても結構です。さあそれではいきましょう。はい、まずこれ重曹2カップです。たくさんあります。重曹2カップフライパンの中に入れます。次に、コーンスターチまたは片栗粉、今日はコーンスターチでのデモを、お見せしますね。はい、コーンスターチ1カップこれを入れます。はい、次にお水を2カップ入れます。はい、粉とお水を全部入れ終わったらゆっくりと混ぜて粉を水になじませます。全部の粉が水になじむようにね、ゆっくりでいいので混ぜていってください。そーっと混ぜる感じですね。最初こんな感じでね、粉のところがたくさんあって重たく感じると思います。混ぜるときにね結構重たく感じると思うのでゆっくりで結構です。白い、ミルクみたいなそんな感じになるかと思います。だいたい水になじんだなと思ったら油を加えていきます。油が大さじ2です。はい、油を入れた状態です。で軽く混ぜます。はい、もうこれぐらいの状態になったら火をつけていきます。火は中火で大丈夫です。中火にかけたらしばらく混ぜていくんですが、最初こんな感じでね、まだ粉がたくさんある状態なんですが、火が通ってくるとだんだんね、まず粉が少なくなっていきます。でサラサラになっていきます。火はだいたいね 4,5 分で全部通る感じになると思いますので、それまでは火から離れないように少しずつ混ぜていっておいてください。はい、だんだん火が通ってくるとね、こんな感じでちょっと見えますかね、ブクブクブクと泡が立ってくるんですね。これなんでかというと、重曹っていうのはふくらし粉の一種でもあるんですね。いわゆるベーキングパウダーと同じようにベーキングソーダっていう風にアメリカでは言われてます。でベーキングソーダ、ケーキを作るときにそのベーキングパウダーと一緒に使ったりもしますし、特にチョコレートケーキの場合はね、ベーキングソーダ、この重曹をふくらし粉として入れることが多いんですね。はい、なのでその泡ですね、熱が入るとこんな風に重曹は泡が立ってきます。は
はい、しばらくするとですね、こんな感じちょっとなんか固形物が浮いてくるようになります。これコーンスターチの場合です。片栗粉の場合にはちょっと浮いてこなくてもうすぐに固まり始めるんですけれども、もうちょっとしたらですね鍋肌が見えてくるようになります。固まり始めた、サインになります。で、固まり始めが見えてきたら少し火を弱めてください。だんだんこれがあっという間にね、あの火が通り始めるので、あの少し火を弱めます。これコーンスターチの場合です。結構これ浮いてきましたね、固形物がね。で、端っこの方とかちょっと底が見えるようになってきました。そうなると少しずつこの混ぜる速度を早めていってください。で、しっかり火が通るようにしてあげてくださいね。で、コーンスターチにしても片栗粉にしてもマッシュポテトのような形になって一つにまとまってきます。それがあの終了のサインです。はい、少しずつ固まってきましたね。こんな感じでくる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 しっかり混ぜていきましょう。で、少しまた火を弱めておきましょうね。あの火がそのままだと早く火が通りすぎちゃうので、こんな感じで全部にしっかり火が通るように混ぜていきます。はい、見た目がねだんだんマッシュポテトに近くなってきましたね。この辺りまだ白、まだちょっと水っぽいですね。この辺りがちゃんと火が通るように、全部火が通るように混ぜていってあげてください。はい、マッシュポテトのようになったら火を止めて、まな板だったりオーブンシートとかの上にかけます。よいしょ、こんな感じでね、できました。結構粘土が厚いのでね、触るの時には気をつけてください。で、軽く平らに広げて、で、冷まします。で、冷ます時にね、表面が乾いてしまうのでラップで包んであげたり、あるいは濡らした布巾を上にかけてあげたり、あるいはジップロックの袋の中にも入れたりして、室温になるまで冷ましてあげてください。こんな感じですね。よいしょ。ラップでちょっと軽く包んでみました。はい、この状態で室温になるまで冷まします。はい、これが出来上がった粘土になります。こちらがコーンスターチを使ったもので、こちらが片栗粉を使ったものになります。で、どちらも道はも見た目がよく似ていて、柔らかいのは柔らかいんですけれども、コーンスターチの方がね、滑らかで、で、伸ばしてもこんな風にね、切れたりしないんですよね。薄く伸ばすこともできます。で、一方片栗粉の方はある程度柔らかいんですけども、さっくりした感触ですので、こんな感じでちぎれます。遊びたい遊び方に応じてね、作っていただけたらいいかなと思います。これだったら簡単にこうね、ちぎって遊ぶことができますし、こっちはさっきのね、あのボールを作る時なんかはこっちの方が扱いやすいかなと思います。で、結構乾きやすいので、あのもしちょっと硬くなってきたら、手に水をつけて揉んであげると柔らかくなります。で、遊び終わったら、ジップロックの袋に入れていただいたら2週間程度遊ぶことができます。で、この、粘土は自然乾燥させてあげると硬くなってそのまま保存することができます。なので、まあ、雪だるまとか他のものを作ってそのまま自然乾燥させてあげると保存できますのでね、ぜひ遊んでみてください。